寒いね。でもクリスマスはこうじゃないとね。そう、今日はクリスマスだよ。うちは家族でタマデパに行ってからレストランでお食事するんだ。グッと楽しみにゃな、スピア。はい。ん？いや、スピア、えらいリアクション薄いな。クリスマスやのに。そうでしょうか。ねえみんな、よかったら今日うちでクリスマスパーティーをしない？クリスマスパーティー、面白そうですね。私行く。私もですわ。僕もだっち、行くだっち。楽しそう。けど急に行っても大丈夫なの？もちろん、ママのクリスマスケーキは最高よ。ま、プランとしては悪くないかもな。でしょ。ねえスペースイッチもどう？タマカフェでクリスマスパーティーをやるの。はい、僕がですか？来られるかな。はい。あ、いや、あ、は、はい。大きなクリスマスツリーを飾って素敵なクリスマスソングを流すつもり。じゃあ僕はサンタさんの格好で行きます。マメッチ、それいいかも。私も何かやりたいな。いっそのこと仮装パーティーにしない？仮装パーティー？そう、テーマは当然クリスマス。みんなクリスマスをイメージした格好で集まるの。それで人気投票で一番を決めるの。ま、アイデアとしちゃ悪くないかもな。でしょ。当然ファッションセンスが問われますですわね。私何にしようかな。ワクワクしますね。パーティーまでお互い内緒ですわよ。もちろん負けないでござるよ。スペーシッチ、どこ行くんだっけ？すみません、ちょっと。じゃあ兄貴が一番になれば俺たちスペーシーブラザーズも一番ってことでやんすね。バカ野郎、なればじゃなくてなるんだよ。決まってんだよ。そうでやんしてね。ところでちょっと聞くんだが、はい、クリスマスって何なんだ？ちょっとお前ら知らないのかよ。だってだって、まずいぜまずいぜ、何やってんだよ。兄貴だって、兄貴だって。俺はいいんだよ、いろいろ忙しいんだから。けどお前らが知らないのは大問題だろ。そんな。ったく、クリスマスも調べてねえのか。ありえねえよ、何やってんだよ。いや、そこまでは。つまりこのままでは俺たちスペーシーブラザーズがおまぬけだと思われちまうってことだよ。そりゃまずいだろ。そうでやんすね、まずいでやんす。仕方ねえ、俺が奴らからうまく聞き出してやるよ。本当でやんすか？任せろ。さすが兄貴、かっこいいでやんす。今日の授業はこれでおしまい。みんな気をつけて帰ろうね。気分も盛り上がってきたでござる。いい感じですわ。素敵。まさにクリスマス一色ですね。クリスマスって感じ、クリスマス一色ってどういうことだ。全然わかんねえ。さりげなく聞くしかねえな。いいか、ちゃんと見とくんだぜ。皆さん、クリスマスといえば何？やばい、質問間違えたか。いや、何でもないです、忘れてください。いい質問です、スペーシッチ。そうなの？私は届いたカードの束ね。ケーキや七面鳥の丸焼きもクリスマスって感じがするけど。
おしゃれも外せませんですわ。カード丸焼き。俺は一人静かに過ごす雪の夜ってイメージかな。雪夜。クリスマスって言ったらプレゼントだっち。プレゼント。そうです、ジャマは大きい靴下用意するです。靴下、それとクリスマスツリーの飾り付け。ツリー。スペーシーチのうちは飾らないの？飾ったり飾らなかったり。そういえばタマックス TV のツリーすごいね。毎年イルミネーションがとっても綺麗だね。ちゃんと聞いてただろうな。へい、兄貴のおかげでやんす。どうやらクリスマスってのはカードの丸焼きやら夜のツリーやら靴下のプレゼントなんからしいでやんすね。なるほどな。って全然わかんねえ。わけわかんねえ。それをあんなに楽しみにしてるやつらはもっとわけわかんねえ。どうすりゃいいんだ、勝てる気がしねえ。これに負けたら俺は黒豆っちが言ってたように雪の夜一人で寝なきゃいけないのか。いやだ、そんなの寒いし怖すぎる。逃げたい。だが逃げたら負けるみたいでもっと嫌だ。ピポスペッチの言う通り、こうなったら総力戦でやんす。総力戦？あいつらの言うことなんか聞くんじゃなかった。すごいです、スペシーチ。え？すごいです。ですか、僕みたいなものが。すいません。さあパーティーよ、中へどうぞ。遠慮しないで。はい。兄貴はうまくやってるでやんすかね。それにしてもみんなやってるって言うからクリスマスツリーにぶら下がってみたでやんすが、そんなに楽しいもんでも。あ、ピポスペッチは馴染んじゃってるでやんす。ゆりぐりばっきー。